こんにちは、褒めまくりです。皆様いかがお過ごしでしょうか。さてさて、ちょっと皆様に今後の方針についてお伝えしたいことがあります。先日も少しお話ししたと思うのですが、音楽の著作権の件なのですが、どうも他の保守系の YouTuber さんもやられているらしく、褒めまくりの今までのほぼ全ての動画にも著作権違反だと通知が来ておりまして、ただいま音楽の入れ替え作業をやっているのですが、数百本という大量の動画なのでかなり時間を食ってしまい、かなり大変であります。どうも保守系政治系の YouTuber さんがやられているみたいで、ホームページを読むとフリーと書いてあるのですが、政治、宗教、イデオロギーについて禁止となっているようで、褒めまくりも確認したのですが、確かにそう書いてあったので、今後一切オープニングのその音楽を使用しないようにしますし、その提供されている会社の音楽は使わないようにします。リスクを背負ってまで使っても意味がないので、代替手段として YouTube の音楽を使うようにします。またどうも保守系が狙われているのかなという感覚を持っているので、今までも政治以外にも家庭菜園とかサッカーとか鉄道とかそういうものをたまに取り扱っていたのですが、そういうエンターテイメント系を少し増やそうかと思っています。保守色を薄める感じですね。チャンネル名が保守本流褒めまくりテレビと名乗っているので、収益化になった時点でまたいろいろ問題も起きるような気がして、気分的にはどんより気分なのですが、頑張っていきます。また褒めまくりは登録者1000人はクリアしているのですが、まだ視聴時間4000時間はクリアしていないので、収益化はまだできていないのですが、そんな弱小の絶滅危惧種の保守系のチャンネルまで狙わなくてもいいのにとも思うのですが、考えようによっては収益化する前に問題が発覚し、とっととそれを改善してしまえばいいことなので、いい勉強になったと思って改善に取り組みます。また昨今皆様もご存知だと思うのですが、政治界外の芸能人や新聞記者、ジャーナリスト、有名人が批判されるとすぐに裁判だ、訴訟だとか、そういう事例が日本社会に蔓延しているので、今までも政治界外への非難は一切してこなかったのですが、今後も政治界外への非難は一切するつもりはありません。ただ政治家、元政治家、政府の政策に関わっている有識者等に対しては今までのスタンスは変えるつもりはありません。それができなくなってしまえば、もはや日本には言論の自由がなくなり、香港状態、ウイグル状態、中国本土状態になってしまって、日本は独裁国家のようになってしまうので、その点に対しては今まで通り動画を作成していく所存であります。また日本に対して敵対心むき出しのあそことあそこの国家についても、今までもその国に対してだけ専門に取り扱ってきませんでしたし、 YouTube のチャンネルにはあそことあそこの国家専門のチャンネルがあるとは思うのですが、保守本流褒めまくりから見れば日本の敵は日本人だと思っているので、今後もあそことあそこの国を特別扱いして専門的に取り扱う気はありません。あくまでも日本の保守本流からの視点、保守本流に敵対する勢力、保守本流にとって重要なニュース話題、アメリカだろうが中国だろうが英国だろうが知床半島だろうが房総半島だろうがイタリア半島だろうがカナダだろうがブラジルだろうがフランスだろうがドイツだろうがロシアだろうがガミラスだろうがボラー連邦だろうが白色彗星帝国だろうが何だろうが重要だなと思った時には、今まで通り分け隔てなく取り扱うつもりであります。
現在、ホメ、マクリはトマトの家庭菜園に取り組んでいるので、そのトマトの成長もつまらないとは思いますが、お届けしようと思っています。しかし、ホメ、マクリはエンターテイメント系が大の苦手というか、芸能系は全く興味がないので、芸能人の名前さえ、最近の人の名前はよくわかりません。笑い。 AKB48 とかってありますよね。何人いるのかさえ知らないんです。笑い。48人いるから48なんですかね。 AKB48 って読むんですか、それとも AKB48 って読むんですか。何も知らない褒めまくりでございます。とはいえ、基本は保守系のニュースを取り扱いますので、10回に1回はコーヒーブレイク EQ ニュースとでもしてお伝えしようかなと思っているのですが、何を取り扱っていいのか非常に不安であります。笑い。まあ、得意なサッカー系の話題、ラグビー系の話題を通して、地方について保守について絡めてお伝えできればいいかなと思っています。サッカーとラグビーって基本的に郷土愛のスポーツなので、保守本流にとっては非常に愛すべきスポーツなんです。ところで、保守系の皆様にとってのエンターテイメントって何なのでしょうか。皆さんはどういうことに政治以外に興味を持っているのでしょうか。そんなことも皆さんに聞いてみたいですね。今後もいろいろ YouTube 側の様子を見ながら、恐る恐る対応しながら頑張っていきたいと思います。とはいえ、トランプ前大統領の気持ちもわかるような気がします。保守には言論の自由というのがないのでしょうかね。愚痴りたくもないですが、愚痴りたくもなります。一企業が政治的発言、イデオロギー的発言、宗教的発言を禁止というわけではないんでしょうけど、自由に発言しにくいような状態にしてしまうというのは考えものですよね。自由移民党の政治屋様たちは、日本の言論、保守の言論についてどう考えているのでしょうか。トランプ前大統領のツイッター、フェイスブック問題について強く発言した政治屋が日本にいましたか。国会で取り上げた政治家が自由移民党にいたのでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。